大谷翔平選手、自己最速、ドジャース最速となる192キロ弾。世界が驚愕、現実とは思えない。昨日のブルージェイズとの3連戦初戦では、大谷翔平選手は第1打席で、12月の大谷翔平選手の移籍騒動でもてあそばれたとブーイングをする敵地のファンへの挨拶と言わんばかりの一発を放ち、これにはブルージェイズファンもついつい大歓声。ブルージェイズ地元のカナダ公共放送 CBC のレポーターデビン・ハーロー氏は、これは作り話じゃないんですと興奮しながら伝え、ブルージェイズの地元カナダ放送局スポーツネットのフリーランス編集者デイビッド・モラスッティ氏は、翔平大谷へのブーイングに続いて翔平大谷の本塁打、正直これ以上のシナリオはないと白旗を挙げました。またブルージェイズファンからは、正直ジェイズに勝ってほしかったけど、大谷のホームランを見られたのはクールなこと、歴史に残る活躍をドジャースでも続けてほしいね、そもそもブーイングを聞くのは嫌だったよ、だって僕らは大谷が大好きだから、大谷がここでピッチングする姿を早く見たいね、といったポジティブな声ばかりで、ブーイングは本当に嫌いだからというわけではなく、愛の裏返しだったようです。この動画では今日の大谷翔平選手の全打席を現地映像を交えて紹介。大谷翔平選手の試合後の最新の成績、コロナ明けの2021年以降の通年と4月の打撃成績比較、大谷翔平選手の打撃をデータで分析、大谷翔平選手が今季達成しそうな記録とデータをもとにどこよりも詳しく紹介しているので、忘れずにチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日の大谷翔平選手の全打席を現地映像を交えて紹介。今季28試合目となる今日の試合、大谷翔平選手は2番 DH で先発出場。高校の先輩菊池雄星投手との対決はどうなるのか、2試合連続ホームラン出るかに注目が集まった今日の試合。なお今日の先発は、今年ドジャースがトレードで獲得し、その時大谷翔平選手が、あなたのためにホームランを打つからというビデオメッセージを送った、イケメンとしても話題となり、ネット上ではグラスノー王子と呼ばれる30歳剛腕タイラー・グラスノー投手、今季ドジャース先発投手陣を牽引するエースです。それではここから大谷翔平選手の全打席を見ていきましょう。1回無視3塁で迎えた第1打席、5球目の156キロ打って175キロと早い2ゴロ、2回2死1・3塁で迎えた第2打席、カウント2ボール2ストライクから158キロ内角高め直球を強振、鋭い打球はあっという間に右前へ抜けるタイムリーヒット、1打点を記録。そして打球速度はなんと自己最速の 119.2 マイル、192キロと2015年スタッドキャスト導入後ドジャース史上最速弾を記録します。なおその後ベンチではデイブ・ロバーツ監督が真剣な表情で大谷翔平選手に注意している場面があり、どうも脇腹あたりを指摘しているので、ハードヒットのしすぎで怪我することを注意しているのではという見方が出ています。これについては会見でコメントがあるかもしれないので、それを待ちたいと思います。4回1死1塁で迎えた第3打席、カウント2ボール2ストライクから132キロの真ん中低めカーブ空振り三振、7回1死で迎えた第4打席、初球145キロのカットボールを打って2ゴロ、二塁手のビジオがファンブルする間に一塁に駆け込みセーフ、記録はエラー。9回1死1塁で迎えた第5打席、カウント1ストライク3から137キロの真ん中スライダーを捉え左中間へ大きな当たり、しかしもう一伸び足らずレフトフライと、グラスノー投手へ3回目の約束のホームランはならなかったものの、今日は5打数1安打1打点。なお今日は得点圏で2度打席が回ってきており、1回はタイムリーヒットを放ち得点圏打率を上昇させています。高校の先輩菊池雄星投手との対決では3打数1安打1打点という結果でした。2人の対戦はこれで23打数7安打3本塁打7三振の打率3割4分。そしてドジャースは今日の試合に勝利、菊池雄星投手は6回9安打4失点で2敗目を喫しました。ドジャースは破竹の6連勝、今季18勝11敗とし、最新のナ・リーグ西地区の順位はこのようになりました。今季10勝をメジャー全30球団最速で達成した時には同地区2位とは早くも3ゲーム差に開いており、早くも独走かと思われましたが、それ以降うまく投打の歯車が合ってないように見え、一時期は2位と 0.5 ゲーム差と首位陥落すら見える状況でしたが、
大谷翔平選手のメジャー175号ホームランで目を覚まし、大勝してから6連勝。完全に波に乗っていると言っていいでしょう。ドジャースがワールドシリーズを制覇した2020年以降のチーム成績はこのようになっており、勝率は昨シーズンより上がっているのが分かりますし、それにドジャースはそもそも毎年出だしが悪いんです。コロナ禍により短縮シーズンとなった2020年を除く2017年から2023年のドジャースの4月成績はこのようになっており、こうしてみると今季もいつも通り、いやそれ以上の4月の成績になってきていることが分かります。ドジャースのチームとしてこれから夏に向けてさらにギアを上げ、3年連続地区優勝、ポストシーズン進出12年連続を記録するのは間違いないでしょう。そして最終目標は大谷翔平選手にとっても長年夢に見てきた、そしてドジャースにとっても4年ぶりとなるワールドシリーズ制覇なるか、今から楽しみで仕方ありません。ドジャースの凄さといえばやはり打者陣、特に凄まじいのが上位打線。1番から4番が打率3割超、さらにオプスは非常に良いと評価される 0.833 以上と凄まじいことになっています。特にすごいのはムーキー・ベッツ選手、ホームラン以外の全ての指標でチームトップ、打率はなんと3割9分1厘と素晴らしい成績となっています。なおチーム打率とオプスはメジャー2位、リーグ2位、1位はナ・リーグ統治区域、今季メジャー全30球団1の勝率7割3分9厘と圧倒的な強さを見せているアトランタ・ブレーブスです。大谷翔平選手の試合後の最新の成績、コロナ明けの2021年以降の4月と通年の打撃成績比較、大谷翔平選手の最新の成績は29試終了、試合消化 17.9%、 残り133試合でこのようになっており、2塁打数、長打数、塁打数メジャー1位、長打率、安打数メジャー2位、オプスメジャー3位、リーグ3位、打率メジャー4位、リーグ4位、出塁率メジャー8位、リーグ7位、本塁打メジャー6位、リーグ3位となっています。2021年以降の4月の打撃成績の比較はこのようになっており、打率、本塁打、打点、オプス、出塁率、長打率は過去4年間で最高のペースを記録していますし、2021年以降の通年の打撃成績比較はこのようになっており、このままいけば打率、打点、オプスが自身最高を記録するハイペース、例年調子が上がらない4月ということを考えると、本塁打も自身最高を記録する可能性は十二分にあると言えます。大谷翔平選手は例年5月下旬から6月は打ちまくる傾向ですし、何より忘れてはいけないのが、まだ手術をしてから半年しか経過していないリハビリ状態でこれということです。本当に今季どんな成績を残してくれるのか、1打席1打席から目が離せません。大谷翔平選手の打撃をデータで分析、MLB の公式サイトであるベースボールサーバントが公開している過去4年間のスタッツ比較を見ると、このスコアは100に近いほど良いと評価。今日の試合の結果はまだ反映されていませんが、スイートスポット率は2023年まで60中盤のスコアだったのが今年は97、 WHIFF 空振り率は2023年まで3から26というスコアだったのが今年は57、計三振率は2023年までが7から35というスコアだったのに対し今年は73と著しく改善していることが分かります。ここで話は少し脱線しますが、ムーキー・ベッツ選手のスタッツを見てみると、このようにほぼ全ての指標が100に近い驚異のデータを残しています。すごすぎます。大谷翔平選手のスイートスポット率の高さは長打として結果に出ており、大谷翔平選手が放っている今季メジャー2位の41安打のうち22本が長打で、2塁打は14本でメジャー1位、長打率はメジャー2位、ハードヒット49本はメジャー1位、昨季は193本でメジャー42位と、開幕から29試合とサンプルは少ないとはいえ、打撃が進化していることが分かります。なお話題の得点圏打率は2018年からと比較するとこのように大きく落ち込んでいるのは事実ですが、過去最低というわけではありませんし、以前から言っていましたが、打席数が増えれば結局その人本来の実力、打率に相関性があるものですし、個人的には全く心配していません。大谷翔平選手が今季達成しそうな記録、大谷翔平選手、2024年は良いこと悪いこと様々なことがドラマのように起きてきましたが、あの件も収まりを見せたことで、いよいよ野球に集中できているように思います。例年4月はあまり良くない傾向ながら、早くもエンジン全開、今季は打者に集中した大谷翔平選手は様々な記録を打ち立てるかもしれません。
簡単に箇条書きでまとめておきます。歴代ダントツ1位の78二塁打、ベーブ・ルースを超えて歴代トップの122長打ペース、メジャー歴代5位の435塁打数ペース、最近50年間の最高塁打は2001年サミー・ソーサ425、メジャーで2007年のイチローさん以来となるシーズン230安打以上、現在229ペース、首位打者のタイトルの獲得となれば自身初、日本選手としては2004年のイチローさん以来の快挙。30-30クラブ、年間30本塁打、30盗塁、達成&打率3割となればメジャー史上29人目の快挙。先日 MLB 公式サイトが発表した今シーズン最初の模擬 MVP 投票の結果で、大谷翔平選手は2位にランクイン。指名打者なので王がかなり不利に作用しますが、受賞となればメジャー史上初 DH での MVP、 両リーグ MVP、 他にあればコメント欄で教えてください。さて、明日はブルージェイズとの3連戦の3戦目。試合開始は今日より 1.5 時間早い日本時間2時37分から。早起きするのか起きているのか微妙な時間ですが、頑張って一緒に応援しましょう。アメリカ時間で言えば、4月の残り試合は3。4月、大谷翔平選手は一体どんな成績で終えるのか、月間 MVP なるか、もう注目していきたいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。